チーク菓子なるものをですね、作っていこうかなと思っておりまして、みんなとね、こんなのを作ってみようかなと。はい、お祭り屋さん、そしてたこ焼き、やっぱしょっぱいのもね必要かなと思って、こういうの作ったことなくてさ、でカメラを配信が解禁されたら絶対に作ってみたいなって思ってたんだよね。なので今日はこれを作ってみんなと夏祭り気分を楽しみたいと思います。ということで早速開封していきます。おいしょ。あ、なるほど、ビニールが中に入っていて、あ、なんか点線に沿って、あ、これあれだ、パッケージすらもディスプレイにしてしまおうという、そういう粋なやつですね。じゃーん、こんな感じのが入ってます。なんかいろいろ入ってる。ちょっとたこ焼きはまた後でにしようか。まずはちょっとこっちのね、お祭りセット、トレイを3箇所まず切り離してください。はい、お、大丈夫かな、うちガサツなことしか今日できないよビニール手袋してる関係でガサツなことしかできないけど、今日は繊細な夏祭りが体験できそうですね。うちの器用さが試されるかも。三角カップ2杯の水とリンゴ飴の素を入れてスプーンで30回混ぜます30回っていう指定がある。1杯2杯もうちょっと足すか。でもこういうのはな、精密さが、お菓子は精密さがね大事だからさ、適当でもなんとかなる。本当30回混ぜるそうです。これ25、26、27、28、29、30、なんか赤い何かができた。どんな味するんだろう。なんかすでにちょっとリンゴ飴っぽい匂いがするんだけど。混ぜ終わったらリンゴ飴の型に入れます。わー入れすぎた。あー、でもいけそう。次がポテトを作る。ポテトがギザギザのトレー、これかに、カップ1杯の水とポテトの素を入れて、さっきと同じ要領だ、入れます。わー、ちょっとこぼれました。粉がなくなるまで混ぜる。おー、え、水全然足りない気がするんだけど、だいぶ固まってきています。これね、あ、最終的には指でギュッギュッてするらしいから、ギュッギュッいきます。ギュッ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 、こんなもんでしょうか。結構ギュッギュした。ほら、ポテト用のまな板あるよ。これこの点線通りに切るんだって。でポテトにするらしい。切り分けましたので、のりしろって書いてあるんだけど、のりでくっつけろってこと。のりはないな、両面テープでいいか。失礼しますね、みんなが見えてないところで作業してるけど、今ちょっと真剣だから。こうでしょう。ほら、いい感じだ。いい感じじゃない、なんか、え、すごい、ポテトできた。次がトウモロコシ、つぶつぶのトレーに、つぶつぶの素を半分ぐらい入れて、なんだつぶつぶの素って、これか。これが綺麗にできるかによってね、焼きトウモロコシが綺麗にできるかが決まる気がする。あー、トウモロコシキャンディーの真ん中をスプーンで切ります。そりゃ、20回こねてお祭りシートにある、あ、これだ、トウモロコシのやつ、この型に合わせて20回ギュッギュッてギュッギュッ、そうだね、かなたにやってほしいかも。こんなんなりましたけど、こねたらつぶつぶにギューって押し付けながら転がせてつぶつぶ、あー、おつけます。これやばい、今のうちのこの手だとうまくできるのかどうか、やってみます。ギューって押し付けながら、やばい、うまくできない、つぶつぶがつけるように頑張って、今ギューって押しながらやってるんですけど、なかなかうまくできないですやばい、ただのつぶつぶの棒になってしまうやばいよ、ちょっとトウモロコシ
コバナナ、これにギザギザのトレイ、あ、これかチョコバナナだって。これならうちにもできるかもしれない。チョコバナナの素を入れます。ザザザー、おー白い、これがチョコバナナの素。あー黄色くなってきた。白かったのに、あんなに真っ白だったのに、水入れたら黄色くなった。混ぜたらなんかバナナの香りする。型に入れて押し付けます。ギュッ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 って取ったら、チョコレートソースを入れます。これを混ぜます。すごいなんかほんとバナナの匂いする。本当にチョコバナナ作ってるみたいな気持ちになってきた。バナナに楊枝を刺して、来たわね、ついに楊枝の出番。楊枝を刺してちょっとギュッと しながらバナナの形作るっぽい。楊枝を刺します。こうギュッギュッてします。ね、これにチョコレートソースをつけて、あ、お祭りシートの上に乗せてトッピング。ちょっと全部とりあえずバナナ作っちゃおうかな。できた。これがトッピングだって。これでチョコレートをつけたら、これを上からパラパラパラってするみたい。チョコレートいきたいと思います。チョコレートをソースをつけます。なんかあれだな、スプーンも使ってつけるっぽい感じだな。なんかチョコレート足りなくなる未来が見える。できたかも。おー、チョコバナナっぽい。ちょっとベタっとしてるけど、リンゴ飴は型からくるっと取り出します。おー、リンゴ飴だ。完成しました。じゃあ最後にたこ焼きを作りたいと思います。というわけでこれでなんとチーク菓子2品完成でございます。イエーイ。まあ、まずはですね、これですかね、リンゴ飴です。はい、こちらちょっと食べてみたいと思います。あー、リンゴ味だ。なんかちょっと固めのゼリーみたいな感じで美味しい。普通に、え、チョコバナナは何味なんだろう。チョコバナナ行ってみたいと思います。すごいバナナの匂いしたんだよね、チョコバナナ。これです、チョコバナナ。いただきます。うん、思ったよりチョコバナナだ。これはチョコバナナだ。なんかちょっと怖かったの、バナナ味って書いてあるけど、なんかどういう味するんだろうと思ってちょっと怖かったけど、なんか食べてみたら思ったよりもチョコバナナだ。普通に美味しい。そしてポテト、ポテトも食べてみたいと思います。ポテトはパイン味って書いてあるわ。あー、ポテトはポテトではないけど、すぐに口の中で溶けちゃうパインキャンデーみたいな。でもなんかすごい嫌な感じの味はしないというか、普通に美味しくて困ってる。味がね、気になってたんだよね。こういうお菓子系、作る系のお菓子ってなんかちょっと怖いなって思ってたけど、食べるの意外と美味しいな。なんか駄菓子に近いかな。じゃあちょっと問題作こちらですね。トウモロコシです。焼きトウモロコシ、え、グレープ味だそうです。ちょっといただきます。普通にグレープ味のソフトキャンデーだ。周りのプチプチがすごい食感を生み出していて美味しい。なんか普通に楽しんでおります。そして最後こちらですね、たこ焼き行ってみたいと思います。ちょっとタコはレンチンしてないんですけどね。たこ焼きちょっと怖いよな。何味とか見ずにちょっと食べてみようかな。え、たこ焼きの味する。え、普通になんかなんて言えばいいのかな、まあ、もちろん普通の、ま、マジのたこ焼きとはちょっと違うんだけど、駄菓子でたこ焼きの味を再現してるって言ったらわかるかな、みたいな感じのソースの味がする。軽く出汁の風味がするというか。普通に美味しい。すごいわ。なんか、え、なんかチーク菓子すごいな。ちゃんと美味しかった。ちょっとびっくりしました。うちは侮りがたしチーク菓子、本物そっくり味って書いてある。だ、たこ焼き味なんだ。カルシウムたっぷりって書いてあります。栄養たっぷりですこちら。素晴らしい。え、すごいなー。あの、みんなもね、作ってみてほしいなー。送ってほしい、作ったら。こんな、か、あの、か、
感じでみたいな。いやでもね、上手にできたら見せてほしいな。ちょっとチーク菓子に興味を持った一日でした。